はい、ゆっくりです。ちゃんと挨拶しようぜ。時間ないわよ。始まるわ。サイコくん、鶏の卵が欲しいのか？でもこの鶏、唐揚げ専用みたいよ。そうなの？卵産んでるけども。うわぁ。鳥さん怒ってるわよ。ものすごい抵抗だぜ。これじゃあ卵ゲットできないわね。なんとかしないと。足元に鶏の餌があるぜ。餌ゲットね。じゃあこの餌を、サイコくんのカゴの中に。そんなにたくさん？どうなる？こうなったわ。卵どころじゃないぜ。それで気づいたんだけど、なんか最初からアイテム持ってない？ほんとだぜ。鳥かごかな？鳥さんに使うのかしら？違うようだぜ。サイコくんに渡そう。どうするの？鳥をどっか持ってったぜ。サイコくん何をするつもりなの？きっと水浴びでもさせ。え？食べちゃってるぜー。美味しそうな唐揚げじゃないの？いやこれハッピーエンドじゃないぜ。バッドエンドだぜ。こんなに美味しそうなのに残念ね。左側に行ってみようぜ。それにしても唐揚げ美味しそうだったわ。ウサギさんが人参食べてるな。このウサギも唐揚げかしら？言うなよ。冗談よ。かわいいウサギね。人参ゲットしたぜ。ニワトリさん人参食べるかしら？どうなんだろう。ここでは人参は使えないようだぜ。やっぱりニワトリさんに使うんじゃないの？そうかな。とりあえずニワトリのところへ戻るか。あれ？どうかした？さっきは気づかなかったけど。ここ、穴が開いてるわ。ほんとだ。わかったわ。穴の前の足跡って、ウサギさんの足跡じゃない？脱走したのか。人参で呼び戻せるかもしれん。ナイスアイディアね。じゃあ人参をセット。あ、ウサギさん、人参食べてるぜ。食べちゃった？入ってきた。お帰りなさい。ウサギさんどうしてる？仲良く人参食べてるようだが。人参なくなっちゃった？餌箱が空っぽだぜ。餌箱といえば、大量に餌あったわよね。鶏の餌だよな。この餌を空になった餌箱に入れられないかしら。なるほどなるほど。餌で鶏をおびき寄せるんだな。うまくいくかしら？皆さんこちらですよ。みんな来た？サイコくん、卵取り放題だぜ。卵回収よ。どんな料理で食べるのかしらね。目玉焼きか卵焼きじゃないのか？プリンかもよ。卵かけご飯。新鮮な卵はやっぱこれなのよね。サイコくん、よくわかってるぜ。私も食べたくなっちゃったわー。そうなんだが、次行くぜ。わかったわ。サマルコってなんだぜ？あ、知ってるわ。知り合い？いや有名な、幽霊的な。幽霊がテレビから出てこようとしてるってこと？そういうことね。それ怖いぜ。サイコくんなんとかしてだぜ。引きずり出そうとしてるわよ。いやサイコくん、その人幽霊だから。ダメよサイコくん。とにかく幽霊さんをテレビの中に返さないとだな。テレビのリモコンは反応しないみたいね。奥の部屋は？ここ開けるのか？怖いの？開いた。けど真っ暗。テレビの上のスイッチは？お、電気ついた。なんだこのお人形。倒れたわ。消えた？うわ、びっくりしたぜ。なんかサイコくんが、黒いモヤモヤ。どうなっちゃうのよ。サイコくん、お人形になったわ。これもしかして。もしかして？気に入られちゃったぜ。カップル誕生です。ダメだぜダメだぜ。サイコくん連れてかれちゃったら寂しいだろ。そうね。何か他に策はあるの？この部屋に、かんざし発見。サイコくんに渡す？サイコくんこれでなんとかしなさい。幽霊さんの頭に、装着。あれ？幽霊さん照れてない？すごい速さで連れて行かれたぜ。気に入られちゃったわね。やっぱり後ろの部屋が怪しいぜ。天井にもなんかあるわ。開いた。はしごが出てきたわよ。登れということだぜ。テレビのアンテナが折れてるな。治りそうかしら？一瞬で治ったぜ。電波もバッチリ受信してるっぽい。これでテレビが映るわね。戻るか。お、テレビ映ってるぜ。でも幽霊さんテレビの中に帰ってくれないわね。チャンネル変えてみるか。なんか南の島の番組か。幽霊さんには太陽が眩しすぎるんじゃないの？結構わがままだな。リモコンポチ。なんか可愛らしい映像じゃない？気になるみたいだぜ。気になってる？お、めっちゃ喜んじゃってるぜ。綺麗なお部屋が気に入ったみたいね。幽霊さんだって女性なんだぜ。そうよね。よしじゃあ、この調子で次行ってみようぜ。次は何？盾が欲しいな。欲しいのね。なんかファンタジーっぽいぜ。盾売ってるんじゃない？サイコくんの所持金、すっからかんだぜ。何にも買えないわ。とりあえず、見るだけ。お姉さん怯えてるわよ。見るだけって言ったでしょ。捕まっちゃったわよ。強盗はダメだぜ。そうよね。お姉さん、ごめんなさい。大抵こういうゲームって、壺とか割ったらゴールドとか出てくるよな。そんな感じよね。出てこないわ。やばいぜ。また連れてかれるわ。RPG の常識なんだが、通用しないわね。お姉さんほんとごめんなさい。一旦外に出ましょうか。そうするか。もう店には迷惑かけられん。なんか右側に手配書的なものがあるわね。ほんとだぜ。ならず者の手配書ゲット。とりあえずお店に戻ってみましょうか。何か展開があるかもしれないしな。とりあえず手配書を使ってみよう。サイコくんに見せてみましょう。あ、どんな偶然よ。サイコくん助けてあげて。サイコくん剣持ってるだろ。サイコアタック。なんで剣投げるんだぜ。
剣の使い方が未熟すぎるわ。やっぱりここに何かもっとあるんじゃないのかな。手配書以外にアイテムはなさそうだけど。何にもないよな。行けるところもないわよね。あ、何回かにもって感じの人。魔法使いさん、どうしたの。いやちょっとミスったぜ。連打しすぎて中に入っちゃった。何よそれ。魔法使いさん行っちゃったわよ。また来るんじゃないのか。張り込みするのね。次はミスらないようにしっかりやるぜ。あ、来たわよ。ボディチェック。魔法の杖ゲット。こんな大切なものよくゲットできたわ。ほんとだぜ。取られないように杖に魔法かけておけだぜ。おっしゃる通りだわ。でもこれでなんとかなるんじゃないのか。悪者の手配書をサイコくんに見せて。来たぜ。来たわよ。よしサイコくん、魔法の杖は出さなくちゃ。そうだった。この魔法の杖を授けましょう。代わりに剣をくれたぜ。重いから持っててほしいだけよ。え、まあいいぜ。サイコくんやっておしまい。魔法が発動したわよ。どうなる。え、悪者が豚になったぜー。あ、悪者の盾。サイコくん、念願の盾を手に入れたぜ。お姉さんもめっちゃ喜んでるわね。勇者サイコくん誕生だぜ。めでたしめでたし。といったところで、今回はここまでよ。わかったぜ。それではまた次回お楽しみに。バイバイ。